はい、どうもこんにちは。枝豆でございます。チャンネルの中の人です。こんにちは。今日の動画はですね、EF マウントのレンズを使い続ける理由3つということでね、僕がですね、まあキヤノンさん好きで使ってるんですけど、まあその中でも EF マウントっていうのが好きで使い続けているね、理由が3つあるのでね、それをちょっと軽く今日は紹介していこうと思います。まあ今ミラーレス時代でございますけども、そんな中でもね、 RF よりも EF がいいなと思う理由もね、僕の中であるのでね、ちょっとそれを軽く喋っていこうと思います。まあちょっとね、まあ声だけになりますけど、まあちょこちょこその編集で画像を入れたりとかもしようと思うので、よろしくお願いします。はい、ということでね、EF マウントのレンズを使い続ける理由と、まず第一つ目は、まあ現状 RF よりも種類が多いんですね。そして新品中古ともに数が多いというのが僕が使う理由でございます。まあ、当然ね、 RF よりも EF レンズの方がね、売ってる期間長いんですね、やっぱり。でその中でやっぱ種類も出るわけですから、まあ新品でもそのね、発売されてからちょっと時間が経ってるやつもあるので、値段が下がってるね、ちょっと値落ちしてきてね、買いやすくなっていると。で RF に比べてもまあ性能も悪くないよとね、いうところがありますね。そしてその数が多いっていうとか、まあ種類が多いっていうのもにも関わるんですけども、まあ現状 RF にないレンズもね、存在しているのでね、そこはいいところかなと。でこれがまあ第1個目ですね。 RF よりも種類が多くて新品中古も、ね、数が充実していると。あと僕ね、レンズ結構新品じゃなくて中古で買うことが多いので、その中古の数が多い EF マウントのレンズっていうのがね、ちょっと個人的にすごい使ってていいなって思います。はい。で2つ目はですね、サードパーティー製が充実しているということですね。まあサードパーティー純正以外ということですね。で現状キヤノンの RF マウントのレンズはですね、サードパーティー製というのが、まあ、ほぼ存在しないんですよね、現状で。まあシグマさんとかタムロンさんがね、まず最初に思い浮かぶと思いますけど、そこのメーカーでさえほぼ存在してないんじゃないでしょうか、今のところ。ですけど EF マウントはキヤノンさんがそのマウントの情報を開示しているのでね、だからシグマ製、タムロン製、まあ、あとは、またはね、その、海外の別なメーカーが、ね、EF マウントに対応した、その自社のレンズを作っているというところがありますね。まあ、その点でね、現状 EF マウント、とてもいいなと思っております。で、まあ、サードパーティー製なんで買うかと。で、まあ、僕はですね、サードパーティー製の利点は、まあ、純正より安く、ね、手に入るというのもそうなんですけど、あまり使わない焦点距離ってあるじゃないですか。ね、レンズはあるんだけど、あんま使わねえしな。これ、ね、あまり使わない焦点距離だけど、一応持っておきたいという時に、これ純正の値段を払うのかということがないわけですね。なので、その、あんま使わないところは、まあ純正を使わずに、まあサードパーティー製で性能のいい、安いのがあればそっちを使うと。いうことができるので EF マウントね、サードパーティー店が充実しているという面で私非常に便利だなと思っております。今のところ僕もシグマ製のレンズ1本持ってますので、ね、そのサードパーティー製というね、利便性にはとても感謝しているところでございます。まあ軽く喋ってるんでね、まああまり長くならないようにね、喋ろうとは思います。はい。でその理由の3つ目ですけど、まあ僕は今現状 EF マウントのボディしか持ってないわけですね。7D Mark II しかないわけで、まあ将来的に RF マウントのボディに乗り換えるということが発生すると。ね、いうことが、まあ、遅かれ早かれやってくるわけですね。EF マウントが、の機種が、ね、中古でもあんまりいいのがなくなって、まあしょうがないな、EF から RF に変えるしかないって時に、これもまた利点があるわけですね。で、3つ目。利点が、RF マウントのボディにつけたときに、ドロップインフィルターっていうのが使えるんですね。
まあ、そのドロップインフィルターっていうのをまずちょっと最初に説明させてもらうと、まあ、画像をつけると思うんですけど、と RF マウントと EF マウントを介在するマウントアダプターに EFRF ってやつがあるんですけど、純正でね。で、それのマウントアダプターに、そのフィルターをね、横からカチャッと挿入することができるようになっているマウントアダプターがキャノンさん純正で出てるんですけど、それを使うことができる。じゃあそれを使って何がいいんじゃというわけですけども、まあ、私飛行機撮っております。で、飛行機を撮ってると必然的にですね、レンズの光景がどん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 でっかくなっていくわけですよ。で、まあ、その光景に合わせてね、 CPL フィルターとか ND フィルターなんて買ってたら、まあとんでもない値段になりますよね。でかい CPL フィルターとか ND フィルターってね、まあ皆さんもその 77mm とかね、 80mm 超えるような系の CPL とか ND の値段ね、調べてみてください。すごいびっくりすると思います。で、まあ僕使ってるレンズだと 150-500mm だと今レンズ径 82mm ございます。で、82mm だったかな、86mm だったかな、まあ、そのくらいあるんですね。で、今ちょっと手元になくて修理に行っちゃってるんですけど、24-105mmF4 っていう L レンズもフィルター径 77mm あるんですね。で、今ちょっと導入予定でございますけども、 EF100-400 の2型もと 77mm とフィルター径がね、とても大きいんですね。なのでそれに合わせる必要がないと。だから、その EF-RF のマウントアダプターをさえ1個あれば、ドロップインフィルター付きのがあれば、ね、どのレンズ付け替えても CPL フィルターとか ND フィルターが常にそのマウントアダプターについているということになるので、で、装着に困らないというところが利点3つ目ですかね。はい、ということでね、まあ軽くですけど、僕がね EF マウントのレンズを使い続ける理由3つとね、題しまして、まあちょっと喋ってみました。皆さんもね、 EF マウント、 RF マウント、なんかね、こういうレンズあるよとか、ね、EF のこのレンズいいんじゃないかとか、 RF のこのボディいいよとかね、そういうのありましたらね、ちょっとおすすめでね、なんか書いてくれればと思います。ということで、まあラジオ的な感覚でね、こう聞き流していただければと思います。ありがとうございました。